ちゃんの影を送り、アマン・キミコ。影送りって遊びをちいちゃんに教えてくれたのはお父さんでした。出征する前の日、お父さんはちいちゃん、お兄ちゃん、お母さんを連れて先祖の墓参りに行きました。その帰り道、青い空を見上げたお父さんがつぶやきました。影送りのよくできそうな空だな。え、影送りとお兄ちゃんが聞き返しました。影送りって何とちいちゃんも尋ねました。ひふみよ紙風船、そっとそっとつきながら、明日天気になれ。野坂昭幸作「戦争童話集」より、年老いたメス狼と女の子の話。昭和20年8月15日、満州、つまり現在の中国本土、東北地方の高粱畑の中に、大きな狼と4歳になる女の子がうずくまっていました。飛んだ跳ねた踊ったレンゲの上で、泣いた笑った眠ったレンゲ。